て牧之原からですけど、これかな。おー、そうだね。よしよしよし、はい、今から大井川のですね、河口に鳥をですね、あの飛ぶ鳥ね、それをですね観察する場所といいますか、まあ、そういうのがあるんで、それをちょっと見に行きます。うわ、すんごいな、これ。これ全部お茶ですよ。お茶畑、すごいな、これ。一面お茶畑。いやー、レンズなー、まあ、オリンパスのレンズ300ミリっていうやつが売ってるんですけど、どうしよう、あー迷ってんねんな、買うかどうか。鳥とか昆虫とか取るってこと考えりゃ欲しいよな。でも結構な値段やで、20何万とかするもんな。恐ろしいな、みんな。観賞店のオフヨン、うわー、もうなー、プロであればね、それは余裕で買えるんでしょうけど、そうでもないからな、趣味でやってるだけなんでな、ちょっとな、なんじゃこりゃ。大井川周辺はおもろいな、やっぱりなんだかんだってあるな、ええー、な、なんか古そうじゃない、随道。御前崎の海岸線沿いっていうのかな、その辺もなんか鉄道がね通ってたらしいんですよ、まあ、そういう跡がちょろちょろと残ってたりするみたいなんでね。そうか、超望遠の単焦点とか通ったら飛行機とかも撮れんのかな。ほうほ、なんだって、右向けってか、工事中で右向けと。いや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 、もう、あー、いいねいいね、わかるかな、このカメラじゃわからんでしょうね。富士山が真正面、いやすごいなこの道。まあ真正面っつうかちょっとずれてるけど、えいね、ええな、この辺うっすら富士山見えんねんな。今日はもうやってるからな。ちょっと待って、イエス、はあ、大井川富士見橋、あーなるほどね、それは確かに見えますわ、富士山。あー富士山すごいよ、ええー、なー、河口、あーこれこれ大井川河口野鳥園、はいこれね。すごいな、大井川って結構幅広いよね。これも昔の人は渡っててんもんな、すごいよな。おー、この辺がもう河口かな、駐車場になってる。おー、はい、お、え、これか、え、
はい、あ、はい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 、大井川河口野鳥園て、へー、はー、へー、どっか止めよう。